いつが手にしてるのはアーマー。なるほど、そういうことだ。ああ、仮面くらい取ったらどうだ。喧嘩する相手の面が見えねえといまいち気合が入らねえんだ。問答無用か。おしれ。いずれこの日の元にもコンキスタドールはやってきます。その時こそあなたに導いてほしいのです。よそ見する暇もくれねえのか。せっかちな野郎は女に嫌われるぜ。盛り上がってきたところ悪いが、ここらで一旦幕引きだ。おい、誰か、誰か、生きてる奴はいねえのか。おい、里が蹂躙され民が殺されたのは孫一、全部お前のせいだ。全部お前のせいだ。俺が殺した、俺が殺した。孫一、おい、つもりだ。このまま何もしねえで死ぬつもりか。そんなこと許さねえからな。絶対許さねえからな。孫一、覚えてるか、お前がこの里に来た日のこと。お前、あの時と同じ目をしてるぞ。大量大量。あれは。おい、大丈夫か、しっかりしろ。やべえ、息してねえ。こういう時はあれだよな、口と口をくっつけて息を吹き込むんだよな。野郎同士で、あ、くそ、迷ってる場合じゃねえ。もう一球。よかった、気がついたか。危うく禁断の果実をかじっちまうとこだったぜ。なんだそれ、鉄砲か。もうお前怪我してんじゃねえか、手当てしてやる。ちぇ、言葉わかんねえのか。頭、傷、治す。ついてこい。これでよしっと。
さて、お前どっから来たんだ。名前は？思い出せねえのか。おいおいおい、記憶喪失ってことじゃねえか。偉人でしかも記憶喪失、こりゃ大変なもん拾っちまったな。でも一番辛いのはこいつだよな。ここが最下の里だ。今日からお前はここで暮らすことになる。最下の人間になるんだ。最下？匂うな。どうだ、最下の湯は気持ちいいだろう。わー、極楽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 。そうそう、その息だ。ここは火事場だ。鉄砲を作ってる。鉄砲？そう、お前が握りしめてるそれだ。浜でもそれを握りしめてた。お前にとってよっぽど大事なもんなんだろうな。鉄砲アーマー。あ、何？アーマーってのは龍脈の力を使う神器のこと。龍脈？おい、しっかりしろ。おい、大丈夫か。おい、俺はお前がどこの誰で何のためにこの国に来たのかも知らねえ。お前の過去も何一つ知らねえ。でもな、なことはどうだっていい。お前はバカで単純で優しくて仲間思いな孫石だ。最下の孫石だ。お前の命は俺が助けたんだ。勝手に死ぬなんて絶対許さねえ。俺はどうすればよかったんだ。教えてくれ。サブローの言う通りだ。俺たちは弱い。弱いからこの里を守れなかった。目を背けちゃならねえんだ、この現実から。お二人とも無事でしたか？ホトトギス！おお、ホトトギス！何ですか？このバカ野郎、心配させやがって。暑苦しいです、離れてください。よかった、よかった。いい加減離れてくださいよ、ホトトギス。無事でよかった。孫一さんも無事で何よりです。他の奴らは？ご安心ください、生きてます。本当か？ええ、鶴首さんと蛍火君は東に、アゲアさんと黒ひょうさんはそれぞれ北と西へ落ち延びました。そっか、よかった。うん、皆を救うことはできませんでしたが、女性や子供たちは避難させることができました。里は焼かれ、多くの人が死にました。いいか、お前が一発の男だったら里は守れたんだ。そうだ、俺がバカじゃなかったらこの里を守れたんだ。もっと里の人たちを救えたんだ。くそ、強くなりて、もっともっと強くなりて。バカは死ななきゃ治りません。でも死ぬ気で鍛錬すれば強くはなれます。いや、強くなってもらわねば困りますね。里の人たちのことは私にお任せください。え、この国で最も安全な場所に連れて行きます。うん、俺は逃げた、逃げ出しちまった。大切なものを守りきれなかった自分が許せなくて。で、俺たちこれからどうするんだ？
やるべきことは決めてる。自分の弱さを刻みつける。里の民は領内で手厚く保護してやれ。はっ。孫市をどう見る？殿が目をかけるほどの人物とは思えません。見ろ。額に汗して一生懸命墓を掘ってやがる。これからの時代に必要なのは、ああいうやつかもな。くそ。刻みつけろ。怒りを、悲しみを、悔しさを。目を背けるな。自分の弱さ、愚かさから。何も敵の墓まで作ってやることもねえのに。南蛮人も日本人も死ねば皆同じだ。そっか、そうだな。俺たち強くなるぞ。ああ、当たり前だ。この日俺たちは誓った。必ず誰にも負けねえぐらい強くなると。